日本一の宝石伝道師えっちゃんです。あなたに合う宝石をお選びしますと題して、皆さんに宝石をお選びしていますが、本当に多くのお客様がご来店くださり嬉しいです。心から御礼申し上げます。そして今回はあなたに合う相性は石だけではなく、あなたが身につけるデザインも大切ですというお話をしたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。ご来店いただいた方に、よくルースといってカットした宝石を手のひらに乗せていただくと、え、製品じゃないの？とか言われる方があります。そうなんです。もちろん多少は製品もありますが、リアンというお店ではほとんどがカットされた宝石が店全体に並んでいます。そして私がお一人お一人にお選びする宝石も、そのカットされた宝石ルースを手にしていただいて感じていただきます。もちろん何も感じないという方もあります。手のひらに何か熱い感覚を覚えると言われる方もあります。手よりも見た瞬間目から入ってくる方もいらっしゃいます。一瞬で気になる、いわゆる一目惚れということですね。初めていらした方にはある程度の宝石をご覧に入れます。たった一つしか見せてもらえなかったなどと言われないように、本物の宝石の醍醐味を味わっていただくために、けれど私の心は決まっていて、お伝えする方の性格やこれまで宝石に接してきたか否かにもよりますが、一番よくあるパターンは、その方に合う宝石は一番最初にご覧に入れた石か、最後にご予算を無視してドドーンとご覧に入れた石がほとんどです。中には順を追って丁寧にご説明することもあり、順番を変えてお話しすることもあります。ですが頑張れたらこれかなという石はほぼ決まっています。ごく稀にですね、2石同時におすすめするとか、組み合わせて作られたらどうかと提案させていただくこともあります。そしてやっぱりこの石という納得されたお顔を拝見すると、中にはしばらく石だけ見ていて後で製品に作るという方もいらっしゃいます。ですが大半がお守りとして身につけていたい、いつも自分が見ていたいと言われて、ペンダントやリング、ブレスレットやピアスに作られる方々がほとんどです。これはメルテ宝石をご案内しても同じ流れです。そこで石は決まったものの、デザインも見た目も付け心地も予算的に考えると、お持ちになる方の思いと、その宝石がどうなりたいか、どうできたら一番生き生きと見えるかということを大切にしながら、その方に合うデザインをお選びしておすすめして話し合いをしていきます。このデザインについては以前、相性は宝石とデザイン、宝石の作成の秘密教えますという動画でも、実際に製品になった宝石たちをご覧になっていただけるので、ぜひそちらもご覧くださいね。またご来店されることが難しく、メールで宝石のデザインを決めていくときは、スマホのメールでの写真では立体的で具体的なイメージが捉えにくく、丁寧にサンプルとなる枠の上やデザインの上にその宝石を載せてご覧に入れていきます。メールではシンプルがいいとか、華やかすぎて目立つのは好きじゃないとか、大きすぎないというお返事をいただきますが、ご心配することなかれ、その人に合う宝石はその人に寄り添うために現れたのだから、なりたい形になる、その形がデザインとなって身につけた時にぴったりとその人に合うのです。よく出来上がってから実際に身につけて聞かせていただく感想は、納品した時にお店で思わずニコッとして、素敵、似合う、わあいい感じと一瞬でも首をかしげた方がいないのが不思議なくらい合っているのです。納品にご来店いただけない方にはお送りしますが、荷物を開けてのご感想が派手じゃないと一言メールがあり、リングやペンダントを実際に身につけた写真をメールにてお送りいただくときには、ちょっと嬉しそうなコメントに変わっています。この瞬間が嬉しいですね。皆さん目立つと言われますが、地金も鍛造で作り上げて、小さなダイヤも品質がいいと、たとえ取り巻きにしても悪目立ちはしないのです。かえって上品に微笑み返してくれるような輝きで、あなたと共に輝いてくれる、持ち主を内から輝かせてくれるのです。だからあなたのことを認めて大切に思ってくださる友人や周りの方々は、素直に素敵、いいねって認めてくれるのです。
また逆にどうも相性が合わないような人からはその宝石は目に入らないのです。そうなんです。その宝石はあなたのためのあなたに合う波動の宝石だから、あなたを認められない人の目には入らないのです。これ摩訶不思議なんですが、よくお客様に言われます。さらには仲が良くない同僚がその宝石を身につけるようになってから転勤してしまったとか、栄転しちゃったとか、寿退社で退職してしまったとかよく言われます。双方にとってめでたしめでたしの結果ですね。波動が合わないから遠ざかっていくと考えれば、円満に自然に離れていくものなのです。先日あるお客様からメールをいただきました。お作りするときはかなり悩まれました。悩んで当然ですよね。金額もある程度するので思い切って作って合わなかったらどうしようって。こちらがその方のメッセージです。メールで枠のデザインを選んでいただいたとき、えっちゃんはすぐに素晴らしいデザインを提案。頭の中に自分の理想のデザインがありました。でもそれをお伝えするまでもなくポンと提案してくれました。自分の理想に似た、でもさらに数倍素敵なデザイン、びっくりです。心の中読まれました。取り巻きと見るうちのきらびやかな指輪、手元に届いて最初は少し心配しました。宝石をつけ慣れていなかった私、人にどう思われるか気になりました。派手だと思われないかな。でも実際つけてみると周りの人は素敵、うわ雰囲気に合ってるねと純粋無垢な肯定的な意見ばかり、心から皆さん笑顔で褒めてくれました。その指輪は私によく合っているそうです。指輪をつけて1年、毎日毎日見ると指輪の奥は深いです。ある時ふとなんだか懐かしい気持ちになりました。この指輪のデザインだけど、もっと黒っぽいような地金の指輪、昔どこかでしていたような感覚が湧いてきたのです。もしかしたらヨーロッパに生きた前世に似たデザインのものを身につけていたのではないかと思っています。不思議ですね。石はもちろんですが、その人に合ったデザインがこんなにぴったりくるなんて、本当にありがとうございました。嬉しいですね。本当に心が温まるメッセージをありがとうございます。はい、こちらが最近出来上がったリングやペンダントです。4種類に分けてみました。最初のパラサイトペリドットはシンプルでもさりげなさの中に隕石の力強さと波動の高さを感じますね。こちらのルースをデザインすると、はい、こちらにパラサイトペリドットとキャステライトの融合が自然体なのに華やかさと強さと高さを感じます。それぞれにその方に合っていらっしゃって素敵でした。また私自身も体が浮いてしまうような感覚を覚えました。さすがパラサイトペリドット。サンストーンとペリステライト、どちらも長石の仲間ですが、カットの形を生かしたシンプルなデザインが石が浮かび上がったような存在感を醸し出しています。2つとも同じ型のペンダントで同時に出来上がりました。太陽と月を同時に手にされたんですね。どちらをつけて帰ろうとお客様が悩むくらい、2つともシンプルなのにモダンな個性がそれぞれに出て、その方と溶け合っていました。こちらがマレア・ガーネット。どちらも華やかなのに年齢は関係なくそれぞれにお会いになります。綺麗なダイヤで取り巻いても石も身につける人も負けていない、ぴったりとその方のために作られたという感じで首元で輝いています。コバルトパープルスピネル、シンプルなデザインも存在感があります。またダイヤで取り巻くとさらに宇宙から来た姫様のような品格が前に出ます。どちらも石が美しい、そしてどちらもそれぞれの方に合うし、ずっと身につけてくださるだろうなと一瞬で感じました。身につけた瞬間、その笑顔に思わず微笑んでしまいます。宝石はその人となりをすべてその小さな世界で表します。シンプルでも華やかでも、その時その瞬間のあなたの波動と共鳴し、宝石があなたの個性を前に出し表現してくれるのです。石で眺めているのもいいけれど、製品にして毎日を共に生きるのも、あなたらしさが前向きに出て
あなたという人間を周りが認め始める。その宝石を身につけているあなたがあなた自身の波動だから、まっすぐと生きているから、宝石がそのあなたに輝きを添える。頑張ってるね、あなたは毎日頑張って生きている。だから笑って、一緒に輝き、一緒に笑うよ。だって私はあなたと共に生きるために生まれてこの形になったのだもの。あなたらしさを目いっぱい輝かせることができる。えっちゃんでした。